声優になるのに自信がない人でもみるみる自信が湧いてくる声優の資格の話、声優かなです。ぶっちゃけ言って声優になれる資格はありません。いきなり結論からになってしまいました。でも資格を持っていると自分の自信になるし客観的な指標にもなります。おすすめの資格4つ。1漢字検定、2話し言葉検定、3アナウンス検定、4声優能力検定。特に最初の漢字検定、台本を読む声優にとっては漢字検定2級くらいの漢字をスラスラ読めるレベルないと厳しいですよ。声優能力検定で自分の滑舌や表現をチェックしてもらうこともできるので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。 LINE アットでは質問や相談も受け付け中です。さらに LINE アットに登録いただいた方に漏れなくオーディションで合格できるコツを紹介した限定動画も配信中です。3秒で登録できますので今すぐ LINE アットを登録しちゃいましょう。ではまた次回、声優かなでした。